国際シーパワーシンポジウムはアメリカ海軍大学校が1969年に主催してから2年ごとに開催される国際会議である。世界の海上国家の首脳の意思疎通を促進する目的で第1回国際シーパワーシンポジウムは1969年11月17日から20日までアメリカ合衆国ロードアイランド州ニューポートのアメリカ海軍大学校で開催された。 この4日間の会議では、アメリカ海軍大学校長のリチャード・コルバートが議長を務め、アメリカ海軍作戦部長のトーマス・モーラーが演説を行った。国際シーパワーシンポジウムは、アメリカ海軍作戦部長が主催した2回の例外を除くと、すべてアメリカ海軍大学が主催している。秋に開催されるのは、ニューポートでは、 天気が良い日が多くリラックスしたムードを利用するためである。第2回国際シーパワーシンポジウムは1971年11月1日から5日まで開催され41カ国の67人の代表が出席した。この会議では議長はアメリカ海軍作戦部長のエルモ・ズムールト・ジュニアが務め世界の海軍の共通の問題について 意見交換を行う目的の下で行われた。第3回国際シーパワーシンポジウムは1973年10月15日から19日まで開催され、議長は再びエルモズムールとジュニアが務めた。議論では戦争、軍事から離脱して海の世界で非軍事的な海軍の用途をテーマに意見交換された。会議には38カ国の54人の代表が出席した。 第4回国際シーパワーシンポジウムは1976年7月6日から9日まで開催され、議長はアメリカ海軍作戦部長のジェームズ・ホロウェイ三世が務めた。参加国は48カ国だった。会議のテーマは1980年代の海軍の役割だった。第回国際シパワーシンポジウムは年月日から日まで。 開催され、参加国は前回より地下国を多い49カ国だった。議長はアメリカ海軍作戦部長のトーマス・ヘイワードが務めた。会議のタイトルは世界平和に対する海軍の役割だった。第6回国際シーパワーシンポジウムは1981年6月28日から7月1日まで開催された。参加した48カ国は 1980年代の海軍という全体的なテーマを下に意見交換された。第7回国際シーパワーシンポジウムは1983年11月7日から10日まで開催された。議長であるアメリカ海軍作戦部長のジェームズ・ワトキンスは2000年への新生海軍の役割をテーマに主催した。 第8回国際シーパワーシンポジウムは1985年10月20日から23日まで開催され、議長はサイド・ジェームズ・ワトキンスが務めた。会議のテーマは海上安全保障計画で46カ国が出席した。第9回国際シーパワーシンポジウムは1987年10月25日から28日まで開催され、議長は アメリカ海軍作戦部長のカーライル・トロストが務めた。テーマは、低強度紛争時代の海運国で、54カ国が出席した。カーライル・トロストが再度議長を務める形で、第10回国際シーパワーシンポジウムは1989年10月22日から25日まで開催された。財政危機時代の海運国をテーマに、41カ国は、 長時間議論をした。アメリカ海軍作戦部長のフランク・ケルソー2世が議長を務める形で第11回国際シーパワーシンポジウムは1991年10月6日から9日まで開催された。会議のテーマは世界環境のための共同会場ルールで57カ国が参加した。第12回国際シーパワーシンポジウムは 再度フランク・ケルソー2世が議長を務め、1993年11月7日から10日まで開催された。会議のテーマは、会上連合と国際安全保障で71カ国から130人が参加した。第13回国際シーパワーシンポジウムは1995年11月5日から8日までアメリカ海軍大学校で開催された。 アメリカ海軍作戦部長のジェレミー・ボーダが議長を務め、会議のタイトルは、協力、海から、だった。この4日間の会議には、67カ国から132人が参加した。73カ国が参加した第14回、国際シーパワーシンポジウムは、1997年11月2日から5日まで、アメリカ海軍作戦部長の JL ・ジョンソンが議長を、 務める形で開催された。会議のテーマは、21世紀のシーパワーと安全保障、だった。来世紀の海軍戦略は、第15回国際シーパワーシンポジウムのタイトルで、1999年11月7日から10日まで、JL ジョンソンが議長を務める形で、ニューポートで開催された。70カ国から152人が会議には出席した。 第16回国際シーパワーシンポジウムは2003年10月26日から29日までニューポートのアメリカ海軍大学校で開催された。56人の海軍参謀総長などを含む69、各国の203人が会議に出席した。会議のテーマは平和、繁栄、安全のためのシーパワーだった。第17回国際シーパワーシンポジウムのテーマは 自由と海上安全保障の国際ネットワークでニューポートのアメリカ海軍大学校で2005年9月20日から23日まで開催され議長はアメリカ海軍作戦部長のマイケル・マレンが務めた55人の海軍作戦部長を含む70カ国の137人が会議に出席した第18回国際シーパワーシンポジウムのテーマは 国際海上安全保障の共同ソリューションの創造でニューポートのアメリカ海軍大学校で2007年10月16日から19日まで開催され議長はアメリカ海軍作戦部長のゲイリー・ラフヘッドが務めた。100カ国以上から69人の海軍参謀総長、21人の海上保安庁の長官、16人の海軍大学校の校長が会議に出席した。 アメリカ海軍は海洋戦闘から戦争抑止までの幅広い戦略概念をこの会議で初めて発表した。第19回国際シーパワーシンポジウムのテーマは海軍の連携、協力関係の構築で2009年10月7日から9日までアメリカ海軍作戦部長のゲイリー・ラフヘッドと海軍長官の黎明バスが開催した。ありがとうございます。